水面下に潜んだ本質的な問題、犯人ですね、それをいかにして見つけ出すかっていうのが大事になってきます。なので、まあ、結論から言ってしまうと、問題を解決させようと思った場合には本質的な問題を発見しなければいけない。はい、ということですね、今日第2回目ということで早速コインの方を開始させていただきたいと思います。テーマはこちらですね、不機嫌な印刷現場の直し方、問題発見の阻害要因というテーマでやっていきます。ということでですね、私もですね、大体100社くらいですね、印刷会社さんの方に、現場の方にですね、訪問させていただいて、いろんな改善をですね、サポートさせていただいているんですけども、やはりどの会社さんに行っても現場改善とはすでにやってます、やってるんですけども、なかなかですね、成果に結びつかなくて苦戦している会社さんも多くあるのかなというふうに感じてます。そんな中でやはり三浦さんなんかも受講生の方からこの現場改善に対して質問を受けることってあるんですか？そうですね、多くありますよね。で、質問内容も今白石さんが言われたようにやってみるんだけども、結果に伴わないということがほとんどですね。はい、といった中で、その印刷会社さんの今言った課題っていうのをですね、見た中で、実はですね、一社一社違う課題を抱えているんですけども、その中でやはり共通する解決のパターンっていうのがありますので、今後ですね、それをですね、皆様たちと共有していきながら紹介していきたいというふうに思っております。はい、ということでですね、早速本題に入っていきたいと思うんですけども、本質的な問題発見の阻害要因というところに入っていきます。で、何個かですね、事例を交えながら紹介していくんですけども、よくですね、水面上に浮かび上がった課題、誰でも分かりやすい課題というのは皆さん分かると思います。例えば昨年比べて実行率が増加しているとかですね、コストが上がってきている。で、場合によってはですね、その生産性が下がってきて稼働率を上げていこうとした場合に、こういったですね、よく 4M の視点なんかで分解していくと分かりやすいと思うんですけども、機械ですね、あとは資材、方法と人っていうところでこうどんどん分解していって、水面下に潜んだ本質的な問題、犯人ですね、それをいかにして見つけ出すかっていうのが大事になってきます。なので、まあ結論から言ってしまうと、問題を解決させようと思った場合には本質的な問題を発見しなければいけない、そこが重要なんですけども、当たり前なんですけども意外と難しいという。なのでですね、今後はですね、こういった 4M の視点っていうのをですね、やっていきたいと思うんですけども、今後ですね、どんどん、また詳しくですね、紹介していきたいというふうに思っております。っていったこの問題の範囲を見つけ出すというのが意外と難しいということがあります。で、ちょっとまた違う事例なんですけども、このクオリティ、品質、コスト、デリバリー、納期、場合によっては生産性というところなんですけども、よくこれがですね、QCD のバランス、で、この3つのバランスをやはり保ちながらステップアップさせていくっていうのが大事になってくるんですけども、ここで悩ましい問題がこの QCD のバランスっていうのが、よくトレードオフのバランスになっているというふうに言われています。で、トレードオフは何かっていうと、まあ、あちら立てばこちら立たずの関係というふうに言われています。なのでこの3つのですね、バランスを保ちながらやっていく中で、1つ事例を挙げていきますと、まずこの品質ですよね、とこを見てみると、これも非常にいいことなんですけども、例えば品質を上げようとした場合に、オペレーターさんがより慎重に色合わせを行うと、より慎重に色合わせをすると、やはりこの色調調整、色合わせの時間に時間がかかって生産性が犠牲になってしまったり、場合によっちゃ印刷会の速度をですね、下げてしまっての稼働で生産性が犠牲になったりてしまうことも中にはあるのかなというふうに思います。で、コストというところを見てみると、例えば原価の6割か7割が用紙代と言われている中で、何も改善しないで単純に予備紙の削減してしまうと、オペレーターさんがですね、しっかり色合わせを行いたいところでエイヤーで吸い出してしまって、吸い出し後に色調のムラになってしまったり、場合によっちゃしっかりとですね、
評価していただいて資材の変更していただければいいんですけども、単純に2級品の資材の変更というところで品質が犠牲になってしまうということも中にはあるのかなというふうに思います。であとはデリバリーというところ、生産性というところを見てみますと、やはり納期優先の中での生産予定というところで、これもこのクオリティとコストのバランスを保ちながらステップアップさせていくというのが大事なんですけども、これもですね、事例なんですけども、よくある負のスパイラルパターンって書いてあるんですけども、やはり納期最優先の生産予定の中で本来やらなければいけないメンテナンスとか教育の時間がなくなると。でメンテナンスとか教育の時間がなくなると、大体一般的に起こり得る可能性として皆さん何がありますか？はい、品質トラブルですかね。はい、まあ、その印刷のトラブルが発生すると。でそのトラブルもすぐですねパパッとこう直してしまえばいいんですけども、まだ直し方がわからないというところで、稼働率がどんどんまた低下していくと。で稼働率が下がっていくと、また予定通りに作業が進まないので、またメンテをする時間がなくなるという、この負のスパイラルボタンをですね、ぐるぐる繰り返してしまうという形になっていくかなというふうに思います。そういった中で、まあ、今後ですね、印刷トラブルに関しては皆さんがどんどんですね YouTube の方で、また情報を配信しているという形なんですけども、まあ、こういった負のスパイラルパターンに陥るというケースがまたあるのかなというふうに思います。でちょっとこれもまた違う、よくある問題解決の問題点というところで、やはりこの印刷現場さんの中で、やはり OJT オンジャジョブトレーニングという中で、やはりこの後輩の方は先輩から技術を教わって、先輩はその先々輩から技術を教わっていく、そういった技術伝承ですね、非常にいいことなんですけども、その中でやはりこの間違った認識であったり固定観念、思い込みっていうのが邪魔するケースがあります。なのでそういった間違った認識、固定観念ということで、まあ、正しいやり方、正しい教育っていうのが必要になってくるんですけども、皆さんプリンティングカレッジが新しくリニューアルされたということなので、その教育っていうところです、ちょっとだけちょっと紹介をしてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。はい、昨年の10月にですね、プリンティングカレッジで、開講してます、コースの改定を行っております。従来と、比較しますと、より短期間でですね、実践的に向いたコース、こういったコースの編成となっております。実際的には先ほどのトラブルといったところのコースをですね、2日間で、その原因をちゃんと考えてですね、実際に自分たちでこういうふうに対策をやっていく、まあ、そういったものなんかを多く展開してますので、ぜひとも一度ホームページを覗いてみてください。はい、で詳しくはこちらですね、QR コードをつけてますね、そちらを覗いてもらえればなというふうに思います。なので、まあ、今日第1回目ということでこれで、まあ、終わりになるんですけども、まあ、問題の発見っていうのが大事ですよという話をしていったんですけども、やはり問題をですね、この発見するときに大事なのは、やはり情報、効率的に価値のある情報を集めてそれを分析していく、この分析っていうのが大事なんですけども、この辺はですね、また次回ですね、また詳しく続けてやっていきたいと思います。で、まあですね、今回の動画はですね、もしもよかったらですね、お見逃しないようにチャンネル登録といいねボタンですね、押していただければ嬉しく思います。あとは前回の動画でも話したんですけども、やはりこの印刷会社さんとコミュニケーションの場にしたいので、コメントの方にですね、現在の現場の課題点でもいいですし、質問でも構いませんので、どんどん書き込んでいただければなというふうに思っております。ということでね、今日は第2回目ということでこれで終わりになります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。